皆さん、こんにちは。桜チップスは日本語リスニングのポッドキャストです。There is transcript in Japanese and English on my website. 今日のテーマは早起きについてです。皆さんはいつも何時くらいに起きますか私は最近は 8時から8時半の間に起きています。多分少し遅いですよね。仕事は9時から始まります。在宅勤務をしているので、8時半に起きても間に合います。ですが、最近もう少し早く起きたいなと思っています。 理由は朝起きて顔を洗ったり歯磨きをしたりするとすぐ仕事が始まりますそして朝ゆっくりする時間がありません私の理想の朝の過ごし方は体操をしたりストレッチをする そして、ゆっくりコーヒーを飲んだり、日記を書いたり、読書をしたり、そんな過ごし方をしたいです。ですが、8時半に起きていては何もできません。コーヒーを飲むことはできますが、ゆっくりできません。 それが最近ストレスに感じているのでもう少し早く起きようと思います。なぜ8時半に起きてしまうのかというと寝る時間が遅いからです。最近ネットフリックスのあるリアリティショーにハマっています。それを 夜に1エピソードずつ見ています。そうすると、だいたい12時とか12時半に寝ています。私は毎日8時間寝たいので、そうなると8時半に起きます。とりあえず今日は ネットフリックスを見るのをやめて早くベッドに行きたいと思います明日の目標は7時半に起きることです頑張りますそれでは今日はこの辺で終わりにしようと思います I have an online community for Japanese learners If you want to join a Japanese community and make friends who are learning Japanese, come join us. And I made a Japanese speaking textbook. If you want to learn daily natural Japanese conversation, it's definitely for you. Every phrase has audio so you can improve your listening and pronunciation as well. Also, if you enjoy this content, please consider donating as a way to support me. Check the description box. Tja,またね! thank you